こんにちは、ベンジです。今回からドゥームというゲームをやっていきます。このゲームはかなり有名なゲームで、1993年に発売されたゲームで、FPS の金字塔と言われているゲームです。今ある FPS ゲームは全てこれに影響されていると言っても過言ではないゲームです。やっていきましょう。これは Doom の、アルティメット Doom っていうゲームで、Doom 1に追加コンテンツが入ったやつですね。1エピソード、まあ一つ目からやっていきましょう。 E-Deep in the Dead、チューズスキルレベル、あー難易度か。 I'm too young to die、俺は死ぬには若すぎる。 Hey not to love、もっと荒々しくしてもいいぜ。俺をもっと傷つけてみろ。ウルトラバイオレンス、ナイトメア。いやこれ難しいね。ベリーイージー、イージー、ノーマル、ハード、ベリーハードって感じかな。じゃあノーマル、多分ここが普通でしょ。真ん中普通だよね。ハートミープレンティー、いきましょう。はい、いきます。あ、ちなみにあれはないです。ヘッドショットとかはないです。まだ照準は定められません。この画面の真ん中に、銃を置いて、まあ、この撃つと当たるっていう感じ。この今撮ってる青いやつ、これは左下のヘルスって、これが HP なんですけど、これが 100% 以上あれ取るごとに 1% 回復します。で、右下のアーマー、これはこのヘルメット取ると回復します。あ、なんかボタンある。よっ、どうだった、なんか変わった。これね、あそこ開いた。これね、結構ね隠し要素があるんですよ。で、これでガーッと走って、よし。で、このアーマーは、あ、また毒。右下のアーマーが一気に 200% になるアイテムですね、今の青いやつは。あ、今のが HP 回復、これが弾だな。右下のあの一番上のなんだ、ブル、バル、ブルかなって書いてるのがこのピストルです。まだピストルしか持ってないです。はい、ゾンビね。ゾンビも鉄砲持ってます。よし、あれは何すか、インプ、あいつは火球を撃ってます。おお、これね、おーっと、よし。え、これゴールじゃない、なんかゴールっぽいな。あ、イグジットって書いてる。え、こんな速攻クリアしちゃっていいの。多分あの隠し扉だったんだと思う、最初の。ちょっと戻るか。あれはね、アイテムはね、あと素でもありますね。これパンチ、パンチは弱いです。ただ何つったっけ、バーサーカーパックみたいなのを取るとパンチがめちゃくちゃ強くなります。多分ワンからあると思う。私このドゥームやったことあるのって、Nintendo 64で出たドゥーム64っていう、それしかやったことないんですよ。ワンは初めてやります。操作自体は何も変わんないですね。まあ、見た目もドゥーム64とほぼ一緒。多分そんなにドゥームが出てからドゥーム64までそんなに経ってないんだと思います。よし、これでゴールかな。ゴール。お、全員殺した。アイテムは 75%。 あ、隠しは 33% しか取ってません。まだ
あの6割隠しがあったってことですね。あ、ちなみにこれなんかさっきからドラム缶壊してますけど、これ巻き込まれるとダメージ食らいます。でこのうわーとかなってる時はゾンビがいる。結構ね、あの声も重要で、声っていうか音っていうか、この鳴き声によって誰がいるとか気づいたりします。なんか強えやつの鳴き声が聞こえてくると、もう声だけで恐怖を感じるみたいな、ちょっとなんて言うんだろう、ホラー要素じゃないです。うわっ、撃たれた。よし、撃たか。あ、今なんか変な取ったのは鍵です。なんもないな。よで、なんだっけ、ホラー要素というかね、まあホラー要素は特にないんですけど、ただその敵がいっぱいいる恐怖とかそういうのはありますね。で、ドゥームってあ、これ取れない。これ多分どっか隠しスイッチを押して取るんだな。あ、お、持ってるね。赤い鍵取ったんで、この周りが赤くなっている扉が開けられるように。あ、今ドラム缶で誘発させたの。結構ね、倒し方によってゾンビの死に方も違って、これ銃で倒すとこうやって倒れるんですけど、さっきドラム缶で倒したらこうやってぐちゃぐちゃになるんですよ。あとそのバーサーカーパックっていうのを取ってパンチするとぐちゃぐちゃに潰れて死んだりします。これ毒なんだよな。よっ、よし。毒はね、ちょっと触れるくらいじゃ大丈夫なんです。どこがいた？どこがいた？あ、これはもう一回押したらいいね。いや、多分さっきのあれだな。え？ここ開いてた？開いてたかね？さっきのこれじゃねえか。あ、違うわ。これは分かんない。結構ね、扉開けてもどこが開いたのかとか分かんないですよ。ここかもしんない。おお、すげえ敵いるな。あ、それと銃のリロードはないですね。もうずっと撃ち続けられます。ここ何、迷路？よし。あ、ここ開いたんじゃない？さっき。わかんねえけど。結局ね、そうじゃないかなって思うだけで、あの答え合わせなんていうのが基本的にはできません。ちょやべえ、すげえ食らっちゃった。あ、今取ったのはあの散弾銃の弾です。散弾銃はまだ持ってないんだけど。持ってないよね。持ってないね。あ、下に顔がついてると思うんですけど、その左に234567って書いてると思うんですけど、あれが多分武器の種類ですね。つうことはこれで2を押すといくのか。あ、なるほどね。こんなんか隠しっぽいな。なんか完全に迷ってんだけど俺。え、なんか2ステージ目から広すぎない？これ何ステージまであるかちょっと分かんないけど、すげえ広いな。どっから来たかも分かんない。こっから来たのかな。え、なんかすごい広い。このドラム缶壊してないってことは来てないってことだよね。こういう道しるべがあります。お本当にインプって名前か分かんないけど、なんかそんな名前だったような気はする。で、この緑の倒れてる人、これ人間です。こいつらにやられた人たち。ちょっとストーリーあんまりよく分かってないけど、なんかそんな感じですね。仲間って感じですね。元仲間ですね。あー、こっちから来たな。
あ、完全に迷ってる。ん？で、なんか音楽がすごい軽快だね。なんか楽しそうな音楽なんだよ。ん？どこだ？で、これ、全部こう調べていけば、どっかに隠しがあったりする場合が。あれ？こっち行ってない？いや、行ったよ。え？やべえ、完全迷子。あ、これなんだ？隠しじゃない？エレベーターがある。で、これ右クリックすると壁を調べるんですけど、って言って、ちょっとうるさいんで、あんまりやりすぎないようには気をつけます。普通に、お？あれ？ここ？今来たとこ？違うよね。ん？ん？お！ショットガン！イエーイ！ショットガンね、多分一番使う。マップ見るのどうやってやるんだ？マップ見れないのかな？見れないかもね。あれ？ここ最初のとこだよね。敵ももういないし。完全迷子で、外行く術が多分どっかにはあるんだろうけど、ちょっと見つけられてないですね。これも取れてないし、ね、え、で、ゴールはどこなの？ここ違うな。開かない。やっぱ鍵取ってんだからこっちだと思うんだよね。こっち来たよね。来た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 。あ、こっちか。おお、こっちだ。おい、ショットガン強い。あ、この、こういうとこにねあるんですよ、隠しが。あ、食らった。ドラム缶今近すぎた。やっぱ外出れる。チェーンソーだ。欲しい欲しいけど、どうやって行くんだろう。ああ、探しちゃった。間違った。何が起きてるか分かります？分かりますよね。チェーンソー欲しいけどな。まあいいか。チェーンソーはね、ただ楽しいってだけで別に強いもんでもないです。あ、まあ強いんだけど。うお戻された。よし。あんまり無駄玉使ってると、玉切れになっちゃう。基本的には玉切れはあんまり心配しなくてもいいです、このゲーム。好き放題打ってくれっていう趣旨のゲームなんで。お、あ、ここが開いたのか。オッケーオッケー。で、こっち、お、ゴールだね。おお、今なんか消えてったぞ、一人。おい、あ、そういうことは、あそこにエレベーターあるってこと？やべえ、ショットガンにしとけばよかった。ここ行ったらゴールかな。ゴールしちゃうよね。まあいいか。ゴール。はあ、97%。シークレットはなんかいろいろ取ったように見えて 0% ですね。いや、面白い。やっぱり1から面白いな。64のやっててもすごく面白かったんですけど、いや、1からすごい面白いです。はい、ということで今日はここまでにしましょうか。次回もこの続きやっていきますんで。はい、ということで今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコン、または画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。
ャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。